はい、どうも、ジュウです。ニュースーパーマリオブラザーズ U パート16やっていきましょう。さあ、前回の続きからですね。さあ、今回もワールド6、ロック山脈進めていきたいと思います。さあ、今回はワールド6の4からですね。闇の洞窟、光る足場、頑張っていきましょう。さて、いきなり1枚目を発見したぞ。待って、なんちゅう1にある。オッケー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 。なんちゅうギリギリのところに置いてんだ、これは。待って、バサバサ。いや、大丈夫だよな、ここらへん。あ、待って、怖えよ、これ。待って。なんでここ開いてんの？なんかちょっと怖いんだけど。いいよ。こう来て。いいよ。はい。待って、なんか土管があるけど。何かある？なんだよ、これは。待って、落ち着け、落ち着けて、オッケー。なんか違う能力求められたんだけど、急に。もう洞窟関係ないやん。はい、なんとかいけた。待って、なんかあるか。オッケー、中間だ。多分これアイテムが入ってるな。とりあえずこうして、待って、なんだ？待って、レンガブロックで塞がれているけど、待って、これ絶対3枚目のやつじゃないのか？俺はボブ兵を使って、いけ。オッケー、素晴らしい。で、この土管に入ると。で、こう来て、もうちょっと近くで爆発してくんないか。オッケー、ワープか。ワープは別にいらないんだよな。もう85機もあるから、もうゲームオーバーになることがないんだよな。で、またスイッチを押して、これは上からこっちからいた方がいいんじゃねえのかな。待って、うわ、お前いんのかよ。 OK、 とりあえずファイヤーで倒す。待って、ほら、あ、待って、防兵を飛び道具にしたかった。あ、くそ。 OKOKOK、 ゴリ押し、ゴリ押しでいけた。よっしゃーい。え、なんかここなんか、うわ、待って、防兵が入ってるところなんだけど、怖っ。ということで、あー、くそ、チビになっちまった。なんちゅうミスをしたか、俺は。はい、ということで、コースクリア。でもなんかちょっといろいろな意味でちょっとやばかったぞ、これは。いや、はい、じゃあ次行きましょうか。あ、でもあいつがいるな。青いチビヨシ、泡ですね。はい、じゃあ行きましょうか。ワールド6の5、歩き始めたパックンフラワー。歩き始めた、なんですかそれは。待て、この状態だと掴めないんだよな。待て待て待て、騙された。なんか急にこれスピンができないからさ、ちょっとこれあれなんだよね。よし、じゃあ気を取り直して頑張っていきましょう。ワールド6の5、よし、行くぞ。うわ、お手本ブロックが出てしまった。裏でミスってんのバレてんな、これ。そう、こうきて、はい、待てよ、こうきて、危ない、危ないね、これ。待て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 、どれかアイテムは出るはずだ。危ないよ。 OK、 とりあえずこいつを倒して、で、これで踏んづけてもらいます。 OK、 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 で、待て、アイス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 。え、待って、だってここ中に来たんやけどな。ゲゲゲ、え、待て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 、そういうこと？うわ、そんなとこにあったの？待って、これはマジでわかんねえ。マジで今初めて知った。で、こう来て、ここで、
オッケーオッケーオッケー、一旦こいつはやられてもらって、でここはお、どんぐりだ、やった。待って、どんぐりで何かないのかな。待って、この上とかなんか怪しくないか。おわ、勇気つけて。あー、やっぱり何もないね、ここは。あれ、俺どこで、こう来て、今なんかあったわ。はい、いや、何これ。え、待って、なんか途中になんかあったぞ、これ。わー、青子いっぱいと思ったらなくなった。下に続いて、うわー、あ、ここで終わりか。はい、 OK、 ここで中間だ。いいよ、とりあえず2枚目取って、これが3枚目だね。あれ、中間のすぐそばに3枚目か。 OK、 なんとか3枚、あとはゴールするだけ、あとはゴールするだけだから、もうちょっと行っていいね。待って、なんかへこんでるところがある。これは、おお、コインがある。あぶねえな、これ。ああ、アルクパックンがマジで怖え。武蔵さんビルをなるべくキープしたいけど、うーわ、うえ、なんかどかから、ああ、消えちゃった、消えちゃったけど、え、なんかドカンあった。待て、なんかここのドカンに入ると、で、ここ進んで、なんだ、あ、隠しゴールだ、やったー。ここに隠しゴールあるんだ。なんだよ、これは。あー、でもとりあえずなんとかうまくいけたような気もしたな。はい、これは、え、そっちに行くだけ。いや、なんで、ね、え、なんか関係あんの。まあ、とりあえず通常ゴールも目指しましょう。とりあえず、あそこのところまでは戻ってきているんだけれども、ここでさっきダメージを受けた場所だね。行って。で、ここをさっき隠しゴールがあった場所。なので、もうここで、あ、そういうことなんだ。もうすぐそばにゴールはあったんだね。OK、ということで、ゴール!ワープ!ワープしました。はい、ということで、コースクリア。あ、ゼロのゾロ目は何も起きないんだね。そうなんだ。まあ別に狙ってたわけじゃないけどね。あ、これ青と赤のスイッチでもなんか関係ある。いや、別にあんまり気にしてはいないんだけど。じゃあ次行きましょうか。はい、ワールドロゴドロス。暗闇の骨コースター。コースター、しかも暗闇なの。待って、なんかいきなり、豆のやつあるんやけど、これなんか関係ある?関係あんのか、これ。待って、関係ないと信じたい。待って、もしこれ1枚目取り逃したか、取り逃してたらこれ絶対あれだからね。わー。待て、OK、1枚目。あれ関係ないよ、絶対。豆のやつ。わー、待って。待って、あれは取らない。あれとか絶対集中力なくなるもん、これ。待って、うおー。待って、このスイッチを押さなければいけない。あ、ここでコインが手に入るよーっていうルートか。あ、待って、ここで終わっている。あぶねえ。うわ、一定時間で消えるんかい。待って、これは?お、スターだ!スター来たー!お、全体が見える!全体が見えるぞ、これは。あ、待ってー。
あ、待って、あ、2枚目あった、やった。集中すればいけるもんなんだね。待って、これは？来た、またスターだ。あ、やばい、あ、落ちる。落ちてしまった。やばいな、これ。待て、あ、なんだこれ。え、中間は、あれ、もう終わり、もう終わりなの。あ、3枚目があったけど、これはなんだ。うわ、これ絶対いけないじゃねえか、これ。え、どうすればいいんだこれ。だったらもう奥の手やるか。もう本当はこんなことやりたくないけどね。これでもう必殺技出します。はい、ルイージに来てもらいましょう。はい、こう来ていきます。こう来てダメージ受けて、いけ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 、あー、ダメだった。そう、ルイージはダメだった。だったらもうマリオで行くしかない。あ、でもオッケー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 、スーパー記録が出てきた。はい、じゃあもう一回いきます。やべ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 、こう来て、あー、全然ダメだ。待って、もうマリオで行くか。はい、いきます。もうマリオでやるしかない。いけ、こう来て、オッケー、取った。これでなんとかいけるもんなんだな、これ。オッケーオッケーオッケー。ということで、はい、最後は持ち上げて、はい、ゴール。お、そして5のゾロ目だ。やったぜ。はい、オッケー、またなんかアイテムもらえるぞ。はい、今回はアイスか、アイスか、なんかちょっとあれだったけど、はい、ということで先に進めるようになりました。アイス別にいらないな、これ。はい、じゃあ捨てちゃいましょう。はい、もう貴重なアイテムだからね、これ。よし、じゃあ一人プレイに戻したということで、じゃあ行きましょうか。ワード6の砦で2、巻いて巻いてネジ式リフトの砦で。あれ、ネジ式リフトってこれ前にもあったような。でこう来て、はい、とりあえずこうやって、これで、あー、これ倒せるわけじゃないのか。待って、ここボスなんだ、ブンブンじゃないのか。でも誰もいなかったんだよな。あ、待って、ここ下からは抜けられない。危ねえ。オッケー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 。待って、危ねえな、これ。何これ。待って、これ絶対あれだな。危ねえ。で、こう来て。待って、これ絶対隠しに。でしょうね。でしょうね、でしょうね。危ねえ。待って、ここは？砦の外に何があるんだよ、これは。行って。やばい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 。やれちまうよ、俺。待て、こう来て、ここで、ほら、オッケー、1枚目ゲット。待って、もうチビ状態になっちまったよ、もう。チビだと心細いって。なんかあるこれ。こういうのなんかないのか。待て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 。こう来て。
待て待て、なんですかお前は。なんだお前は。見慣れないやつが出てきたんやけど。こいつは何かで出てくん？それとも何かの作品に出てきたりしてた？待て、そして2枚目がどこにあるのかがわからん。早く解けよ、引っ込めてくれ。おっと、行って、うや、ただファイヤーバーがあっただけだった。はい、中間。お、アイスフラワーが。で、こう来て、いて、これなんか関係あんのかな。いや、ない。別に全然なかったわ。あ、こっちの方が、あいつに雷攻撃食らわなくて済むんだよ、という話だったかな。OK、これ2枚目だ。うまい。待て。行って。やばい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 。やばい。ファイヤーバー。ファイヤーバー。ファイヤーバー。待て待て待て。一旦こいつ倒すけど。あれ？どこだ？待て。これは微妙に届いてないね。待て。この壁とか怪しくないか？はい、こう来て1へ。待って、体力回復のためにもなんとか。で、あー、ダメだった。遅かったか。なんとか下から叩いて。あー、待って、なんだこの形。まあ、待て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 。オッケー、通り抜けた。危ねえ。うわ、最後まで気抜けられないな。待って、3枚目は？ 3 枚目はどこにあるの？あ、隠しブロック見つけたぞ。で、こう来て。絶対なんか上になんかあるやろ。え？オッケー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 。スターコインゲットー。よかったー。オッケー、なんとかスーパーキノコゲット。いやー、取り逃しなくてよかった。じゃあ行きましょうか。お？いや、お前かよ。そしてカミックも出てきたし。待って。何をしてくんの？うわ、でっかくなった。なに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 、ビビリー。オッケー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 。あ、これ踏むのか、後で。オッケー、危ない。オブゼ、ああ、もう当たりそうで、ちょっとあれだわ、これ。待て。何、何をしてくんの。行って、ああちょっと待ってくれ。ちょっと待ってくれ。意外と強いな、こいつ。やばいやばいやばい。お？そして突然か。ここに出たんだな。さあ、じゃあ頑張っていきましょう。よし、もう時間の都合上、もうボス戦だけですから。いきます。待って、動きを読まないといけない。やばいな、これ。何をしてくる？まあ、ここにいれば大丈夫なんだけどね。OK、 よし、 OK。 こう来て、やばいやばいやばい、大きい前に。いけ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 、よし、 OK。 来たー。いけ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 、こう来て、いけ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 、よし、 OK。 もう一個か、もう一回かな。いけ、最後に倒して、 OK。 あー、よくわからんやつを倒した。いいんだよ、これで。やっぱりファイアバリオでもいけたな、これ。オッケー。そしてお前が立ったな、なんか。よし、じゃあひとまず今回はこれぐらいで終わりたいと思います。
よーし、じゃあ次回先に進む前にまずは撮ってんのやつですね、まずはここからやっていきたいと思います。ということで、チャンネル登録、高評価、サブチャンネル、ツイッター、TikTok のフォローもよろしくお願いします。それでは、さよなら。